すやんそもわのもさよちり。みなさんこんにちは、ちりです。今日はリアクションムービーを撮りたいと思います。で、今日は音楽を聴こうと思うんですけど、その歌手の方の名前がレイニッチさんという方です。で、プロフィールによるとインドネシア出身で、現在スマトラ島のリアウ州在住のシンガーソングライターの方だそうです。こう日本語の音に惹かれて日本の曲を歌うようになった方だそうなので、今日はちょっとこの方のですね、音楽を聴いてみたいなと思います。で、今日聴こうと思っている音楽なんですけど、ヤンパスという曲を今日は聴いてみたいなと思います。ということで、早速聴いてみたいと思います。 So let's start watching。なんか可愛いキャラクターが出てきた。めっちゃ可愛い。 So chantik。 てか日本語がすごい、めちゃくちゃ可愛い。本当にご本人も可愛いけど、日本語もめっちゃ可愛い。なんか表情がね、このわーって感じですごい可愛い。はい。いやーすごい可愛い。こうなんか帽子の紐もこううまくやったりして、こうイシジャブと服のセンスもめちゃくちゃ可愛い。え、てかもう動画自体がもう可愛いですごい溢れてる。いやー可愛い。本当になんか今日かっこいい力が本当になさすぎですね。かわいいな。何が起きるんだろう。あ、バイバイしちゃうの。バイバイ。Have a nice day. You too. いやーすごい可愛かった。いやなんか今の日本らしくて、しかも猫ちゃんのキャラクターもこれかわいいな。いやほんとなんか動画の感想かわいいしか言ってなくて、私の語彙力のなさがすごい丸見えな感想になってしまったんですけど、いやもう動画の世界観もご本人の歌声もめちゃくちゃかわいい。あんな高い声なんて出せます？私出せないですよ、あんなかわいく歌うなんて。いや本当にこれはもっと日本での方でもなんかバズったりしたらすごい人気が出そうだなって気がしました。ほんとめちゃくちゃ可愛い夜を過ごせて、今日は私すごい嬉しいなって思いました。ちなみに今もうすぐ深夜の1時です。皆さん本日も動画をご覧いただきありがとうございました。チュンパラギー。